はい。では、皆さんおはようございます。今日で11回目です。残りは今日入れればあと3回ですね。はい。皆さん悔いのないように頑張ってください。ラストまで。はい。今日はね、道教の話についての、まあ、久しぶりですよね。道教の話っていうのは、まあ、哲学とか思想の話、陰陽のね、ベースになっているところですけど、まあ、せっかくなんでちょっと一つね、ご紹介しとこうかなと思います。その道教のアイデアですよね。古代中国のその思想っていうか、まあ、宗教なんかが生まれる以前からの考え方として、その陰と陽っていうものがあるんですよね。二つのものが別々に存在しているわけではないっていうのが、これがもうそもそものアイデアです。だからそこには上も下もない。その世界というものの存在はね。で、まあ当然その善も悪もないっていう、そういう世界観があります。で、まあ上も下もないので、例えば偉い人ほど下へ下へ行くっていう老子の言葉があるんですけど、老子という人の話した話がこう綴られて今残っているけども、まあ、わかんないですよ。それはね。老子っていうアイデアなのか、思想なのか、老子っていう人が本当にいたのかは、わかんないですよ。まあ、だけども、その老子の言葉を借りて言うと、まあ、その偉い人は下へ下へ行くっていうのは、これは、定禅水の如しっていう、まあ、日本の人にもよくね、知られている言葉ですけど、まあ、水はね、自然に下へ下へと流れていきますよね。水の流れっていうのは、川でも滝でも。それは重さがあるから、上から下へ。それが自然な流れですよね。良い水であれば、良い人であれば、下へ下へと流れていくのが正解であって、流れていくと、そこでやがて大海、大きな海にたどり着くことができるから、上へ行こう、上へ行こう、もっと上へ行ってやれっていう発想では、永遠にたどり着けない世界。下へ下へと流れ降りていくから大きな海にたどり着くことができると。だから本当に偉い人っていうのは決して上へ立たないんですよって、下へ下へ行きますよっていうね、そういうふうに、まあ、解釈されています。本当は解釈はいろいろあるんだろうと思うんですけど、まあ儒教の世界であれば、上へ行けば行くほど偉い人っていうことになりますから、立場のまあ、位の高い人が本当に尊敬される人、徳がある人、偉い人っていう発想になるので、家の中ではお父さんが一番偉いとか、町の中では町長さんが一番偉いとか、国の中では、なんて言うんだろう、国王とか、まあ、皇帝とか、大統領が一番偉いっていうような発想をしますけど、まあ、道教であれば、上に上に行くんじゃなくて、下に下に行くからこそ、大きな海があるっていうふうにね。まあ、その儒教の場合は、そういうふうに、すごくルールでもって、規則でもって、社会を運営してるんですけど、まあその規則そのものに疑問を持つのが道教的なね、アイデアなんですけど、ね、勉強して偉い人になれとか、まあ、学歴を積んでいい会社に勤めろとか、就職したらその上の位を目指せとかっていうのをね、道教からすると、非常に馬鹿らしいことっていうようなアイディアとして見るんですよね。まあ、言ったら、道教の方は、なんか、まあ、馬鹿が最高だし、弱くて最高っていう感じです。弱ければ弱いほど、誰からも攻撃されないからっていうようなね。まあ、あとは、皆さんもよく知っているであろう言葉で言うと、大器晩成っていう言葉がありますけど、まあこれもその老子の言葉で、解釈はいろいろあるんですよ。一般的にはね、大器晩成っていうと、晩年になってから、こう、成功する人みたいなニュアンスで取られてますよね。まあですけど、本当のその、まあおそらく晩年になって大成するとか成功するとかじゃなくて、永遠に大成しないんです。ずっと成長し続ける。っていうか、まあこれはね、器をね、作るっていう発想から来るんですけど、物を入れられる器を作るときに、すぐね、その器の
角が、まあ、四角い器だとすると、四隅が見えますよね。すぐにその四隅が見えるような小さな器だとつまんなくて、その、どこまで行ってもその四隅が見えないぐらいの大きな器を作ろうと思うと、一生かけても作れないっていうぐらい。だから、一生、まあ、永遠に大成しないっていうことが、その大器晩成っていう、まあ、それを、こう、私たち流に解釈すると、まあ、だから永遠にその成長していくというか、永遠にスペースを作っていくんです。器っていうのは物を入れるためにあるんで、その、スペースがあればあるほどいいんですよ。物を入れられるから。空っぽがいいんです。何にもないのが一番いい。そう。だからすでにそこにたくさん物をいっぱい詰めていくっていう現代の発想。あれも入れなきゃ、これも入れなきゃ、これも必要だ、これも、あれも、これもって言って、器をどん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 その中のスペースを狭く狭くしていってるのが、多分現代的なアイデアで、そうじゃなくて、器は空っぽであればあるほどいいんです。たくさん物を入れられるスペースがあるから。うん。で、その器は、スペースは大きければ大きいほどいいっていうことで、まあ、これがね、その引用画で、その体の中心にスペースを作りましょうっていうことになります。はい。ですね。うん。まあ、例えば進化した陰陽側はね、一見そのルールというか法則がたくさんあるように感じるかもしれません。アーサナをするときにすごく細かく指示があります。で、まあそうすると、まるでこう決められたね、決め事、ルールがたくさんあるようなイメージがしますけど、ただそこの本当の狙いっていうのは、いわゆるその、まあ、例えば今のね、現世的な社会のルールから、本当に自由になるために、で、その自由になるための器を作るために、今必要だから、細かく、ああして、こうして、こうしてっていうふうにやってますけど、ルールありきで、ルールで固めるために、アーサナとはこうするべきだとか、まあ、そういうふうに、ガチガチにね、決め事で縛っているものではないんですね。本当の意味で自由になるために必要なことをやってるんですよね。あるバレエダンサーのインタビューのお話で、まあバレエって最初にバーレッスンがあるんですよね。バーを掴んで一番プレーからスタートするんですけど、これ何年経ってもベテランになっても、プリマになっても、一番踊れる人になっても、毎日毎日練習っていうのはその超基礎から始まるんですよね。うん。なんかそれは初心者でも一緒。うん。一番踊れる人でも一緒で、いつも基本はバーレッスンで一番プレーからっていうのが決まってるんですけど、で、そのバレエダンサーがね、自由に踊りたいと思ったときに、やっぱり自由に踊れるようになりたいと思えば思うほど基礎が必要だったっていうのを言われてて、その考えがね、ぴったりだなと思ったんだけど、本当に、まあ、例えば自由な体を得たいとか、そういうね、世の中のルールとか、まあ、家の中でもいいですよ。皆さんの家の中でも、決め事とかルールとか、まあ、ルールじゃなくても、ルールのようなものがあるでしょ。とか、まあ、社会に出ても、会社に行っても、生活してたら、その、ルールじゃないルールを、こう、同調圧力とかで押し付けられるような社会でしょ？今の社会って。うん。半ば強制的になんかもうこうせざるを得ない空気感とかで、こう、いろいろね、させられてるじゃないですか。まあ、ほとんどの人が、それを自分で考えるのは面倒だし、難しいし、責任を取りたくないから、とりあえず何も考えずに、それに従うっていう形で、結果どんどん自分が不自由になっていってるっていうか、うん、なんか自由って闇雲に、私はこう自由ですって言って自由になれるわけじゃなくて、そこにはやっぱり、なんていうかな、本当に自由を得るためには、まあ、ちょっとしたそういう、なんていうのかな、努力っていうか戦いがあると思うんですよね。うん、責任とかね、リスクとかね、あるじゃないですか。うん、その何もしないで、あぐらをかいて自由っていうのはなくて、やっぱり自由っていうのはある程度その努力が必要で、それをプラクティス、アーサナとかね、自分の体っていうので考えたときに、
自分がやりたいように好きなように、自分が気持ちのいいプラクティス、自己流の練習方法とか、自己流のアーサナ方法とかが、まあそういうのが自由っていうわけじゃなくて、なんだろうな、本当に基礎をしっかりとやって、自分の体を一からちゃんとケアをして、で、まあ作り上げていった先に、いくらでも自由に動ける体があるっていう、まあ発想なんですけど、本当にそのスペースを、体の中心にスペースを持った状態とか、本当に自由な体、本当に自分自身が自由になる。まあ自由っていうのは、イコール、まあ黙者とか、インドのね、ヨガのゴールですよ。ですよ。本当に意味で自由になるっていうのは、この繰り返し繰り返しのその輪廻、カルマから抜け出る。本当の意味で自由になるっていうのは、何もしないで楽をしていて、怠惰にしてて、その黙者っていうのは訪れないんでね。本当にじゃあまず体の段階から、自分の肉体の段階から、まず自由な体を得るには、今よりもせめて自由な体になるには、どうしたらいいかって、そこまで、追求してるヨガはあんまりないんじゃないかなと思うんですけど。まあでも、陰ヨガにとってみたら、それはすごい大きなテーマであって、で、まあその肉体的な自由っていうのと、精神的なマインドの面での自由、自分のスピリットとして自由かどうかっていうのは本当に全てイクオールなんでね。まあその自由を得るための、今ちょっと大変だけどすごく努力が必要ですよっていう部分のね。で、その過程では今までベーシックでは気づかなかった、こんなにできないところがあるとか、楽しくないものを発見するかもしれない、嬉しくないものを発見するかもしれないです。レベル2をやってるとね。ですけど、まあそれは過程であって、で、ちゃんとそれを継続して練習していれば、まあ、あとは継続ですよね。人間って特に女子って気分の生き物だから、自分が気持ちが高ぶった時、乗った時、てかやらないでしょ。だから、まあ、これをいかに常に、気持ちを一定に保って、ただひたすら継続するか。いい時もあるし、悪い時もあるし、いつも楽しいわけじゃないけど、それでも継続できるかどうか。で、ずっとやってたら、苦手もいつかは苦手じゃなくなるので、オリンピックの選手になりたいとかではないんだから、まあ、ヨガはちゃんと練習さえ、ずっと継続さえしていけば、必ずアーサナはできるようになるので、まあ、継続ですよね。と、まあ、今日はそのような、道家のね、道教の哲学と、ちょっと、結びつけてみましたけど。まあ、前屈なんでね。前屈はね、気持ちを落ち着かせて、深く入り込んでいけるところもあると思いますから。今日はそのような練習になればいいなと思ってます。じゃあ、早速ですけど、スタートしましょう。